はい、こんにちは、パステルアーティストの水上です。今回も、新しいステンシルの紹介動画となります。はい、まあもっと言うぐらいなんで、ちょっと前にもですね、2種類ステンシルが増えましたという紹介動画を出したんですけども、今回はなんとですね、10種類ステンシルが増えることとなり、合計これでですね、31種類のステンシルをですね、扱うこととなりました。はい、いつもではですね、この後この新しいステンシルが入ってきて、それをですね、サンプル動画っていう形でですね、やるんですけども、ちょっと今回はですね、10種類全部やってるとですね、ちょっと時間が長くなってしまいますので、1種類だけサンプル動画をやって、はい、残りはですねちょっとこう画像だけとなりますけども、というのもですね、10種類のうち9種類がですね、和柄なんですね。はい、なのでちょっとこう、まあそういう柄なので、まあ背景とかね、そういったところで使えるものとなりますので、まあサンプル動画っていうよりは、まあこれを見て、まあ使えそうだなと思っていただいた方は、ご購入いただければいいのかなと思います。はい、で早速紹介していきたいと思いますけども、まずは、その9種類じゃないね、10種類のうちの1種類のその和柄じゃないやつですね。はい、これがその泡っていう名前のですね、こういうステンシルになるんですけども、これがですねバブルというね、ステンシルもやってるんですけども、今も販売中なんですけども、まあ、それとねかなり似てるとは思うんですが、こちらの泡という名前ぐらいなんで、泡ですよね泡に特化したね、ステンシルとなってます。はい、なのでですね、一個一個消すっていうよりはこれもうまとめて消せると思いますので、ね、この後ちょっとサンプルでこれをやるんですけども、はい、なので多分まとめてバッと消してバッと塗ったらもう泡になるんじゃないかなと思って、はい、これはもう即購入いたしました。はい、これはね、この後のサンプル動画で、また参考にしていただければいいかなと思います。はい、で残りの9種類の和柄のね、紹介をしていきたいと思います。はい、番号がですね、一応今まで21番までありましたので、これが一応22番ですね。22泡っていう名前で、販売していきたいと思います。はい、そして、次が23市松ですね。市松文様ってよく言いますけども、はい、こちらですね。はい、23番市松っていう名前で販売していきたいと思います。はい、まあ、これを見てね、すぐ多分イメージする方多いと思うんですけども、今鬼滅の刃ですよね。はい、炭治郎柄です。はい、これが、扱うことになりました。はい、そして、24番、はい、七宝ですね。はい、こちらです。これが七宝という名前で、販売していきたいと思います。24番。はい、まあ愛知県七宝町というのがあるぐらいなんでね、七宝という名前はまあこの辺尾張の方には結構こうね、有名な名前なんですけども、普通にこれ漢字を見たら多分七宝と呼べないのかなと思いますけども、はい、ただ柄的にはこれが七宝らしいです。はい、そして25番、麻の葉ですね。こちらです。はい、麻の葉、もうこれもですね、もう禰豆子柄ですね。はい、鬼滅の刃を見たことある人は、あ、禰豆子の柄だというのがまず出てくると思います。麻の葉っていう名前のこの和柄となってますので、これが25番で販売します。はい、で続きましてこれが26番、青海葉ですね。はい、漢字で書くと青の海の波と書くらしいんですけども、まあ詳しい方はねすぐ分かると思うんですけども、あ、これ青海葉ってそういう漢字なんだと、はい、調べて知りました、僕は。はい、これが、26番です。そして27番、ヤガスリ。はい、これですね。これもよくね和柄で見ると思うんですけども、漢字で書いて、また難しい字ですね、これも。はい、とても僕はこれを、読んでくれていたら読めない漢字でございますけども、これがヤガスリの27番で販売したいと思います。はい、そして、28番、サンクズシ。はい、もうこの辺まで来るともう全然わかりませんけども、これがサンクズシという名前の和柄となっておりまして、はい、これが、
28番で、はい、販売したいと思います。はい、そして、サメコモンですね。29番サメコモンです、こちら。はい、まあ、パッと見ただのね、点々ドット柄が並んでるかのように見えるだけなんですけども、これも、ちゃんとこうね、れっきとした和柄となっているので、はい、サメコモンという名前の、ステンシルとなってます。29番です。はい、そして30番、亀甲ですね。はい、これが亀甲という名前で、30番で販売したいと思いますけども、はい、まあこれもよく見るんですけども、うん、まあ好みですね。はい、そして31番最後、カゴメですね。これもよく見ますね。これも確かにカゴ柄ですね。これよくね、カゴの柄で見ますけども、はい、31番カゴメ、はい、これを、販売したいと思います。はい、以上ね、この和柄9種類が、これからまた扱うこととなりますけども、まあおすすめなのはやっぱり年賀状にこれからいいのかなと思いまして、仕入れることとしました。はい、でどの柄を使うのかっていうのはきっとまあ好みで分かれると思うんですけども、まあ、背景にね使ったりだとか、まあ、何らかアクセントに、ね、なるとは思いますけども、ちょっとこれ私使えそうだなと思ったらね、ぜひご連絡いただきまして、はい、販売手続きさせていただきますので、お気軽にご連絡ください。はい、ではとりあえず一旦ですね、こちらの泡ですね、これのサンプル動画今からですね、やってみたいと思いますので、一旦カメラを切り替えます。はい、はい、ではね、今からこちらですね、この泡という名前の、ステンシルプレート、こちらのね、サンプル動画をやっていきたいと思います。泡なんでね、水の中をちょっとこうイメージした感じで、適当に塗ったものに今からですね、これを使ってやっていきたいと思います。まずはですね、泡をこう消すだけという感じにですね、やってみたいと思います。本来ならね、一個一個これをこうね、消しては移動させ、消しては移動させってやっていたのが、これを使えばきっとまとめて気分じゃないかなと思いますけども、さあどうなることでしょうか。はい、いいかな。ではオープン。おお、いや、いいんじゃないでしょうか。うん、こんな簡単に下からなんかこうブクブクブクっとね出てる感じになってると思うんですけども、もうちょっとねこれをこうずらして、少しこう広がりをねつけるようにやってみたいと思います。これ一応ねテープで留めとくとずれなくて大丈夫ですので、はい、で、またもうとりあえずケースだけですね。はい、消して取ると、おー、もう泡ですね。そのまんまですけども、まあ、泡に見えますが、はい、いろいろ思いついちゃうね。こう最初にね、これコットンとかでね、こうちょっとこうでから、ちょっとね少しこううっすらとねこういうのが出ますので、これをやってからこう消してもいいですよね。こうやっと、そうするとちょっとこうね、向こう側にあるのがちょっとうっすらした泡であって、手前がね、こう白いはっきりした泡っていう奥行き感が出すこともね、簡単にできると思うので、これは使い方によっては、す
すごいいわゆる時間短縮になりますねこれは。うん、今までね本当に1個消してずらしてってやってたのをまとめてダーッとできるっていうのはやっぱこれがちょっとねいいです。はい、という感じでですね、サンプル動画となりますけども、はい、一旦またねちょっと、カメラを切り替えて戻ります。はい、いかがだったでしょうか。はい、やっぱりね、新しいステンシルっていうのはね、ワクワクしますよね。もうこれを一体使ったらどうなるんだろうかっていうのがね、想像はするんですけども、想像以上のものがね、こうやってやっぱできるっていうのはやっぱね、嬉しいです。はい、ワクワクします。なのでね、今回これをねちょっとねサンプルで描いただけなんですけども、またね、僕なりにいろんな使い方がいろいろこう浮かんでくると思いますのでね、その後また、YouTube の方にアップしていきたいと思いますけども、他の9種類のね、和柄の方も、本当に思いつき次第、出来上がり次第また YouTube の方にアップしていきたいと思いますので、はい、またそれを参考にしてほしいわと思っていただいた方は、はい、ご購入の連絡いただければ、はい、すぐに、対応いたしますので、はい、ただですね、ちょっと今回はあんまりこう数を仕入れていないので、もしかしたらですね、売り切れ在庫待ちっていう状態になるかもしれませんけども、ただどの柄がねどういった人気があるのかっていうのが本当に分からなかったんで、とりあえずまんべんなく仕入れはしたんですけども、あ、これが人気あるんだなと思った時点で次回からね、それをちょっとね、多く仕入れるっていう風にいたしますけども、まあ、何分ちょっとね、シンガポールなんで時間はかかっちゃいますけども、はい、もし、早めに欲しいという方であれば、すぐに注文された方が、在庫待ちになることはないと思います。はい、というわけでですね、今回新しいステンシル10種類、増えましたという紹介動画となりますけども、これからもですね、パステルアートに関する、情報とかね、あとはこのパステルアートっていうものをですね、もっと、多くの人に知ってもらいたいっていうのもね、いろいろありましてですね、そういう活動もしていきたいと思っておりますので、まあ、これからもですね、こんな僕でございますが、応援したいと思っていただける方、コメント、グッドボタン、チャンネル登録していただけたら本当にこれからの励みとなります。はい、というわけでですね、今回の動画は以上となります。はい。